シーズン1、シーズン2とゲストキャラクター作ってきて、シーズン3になってやっぱり鉄拳としての新キャラクター作りたいと思いすごい開発にもあって、まあ、だったら昔からテコンドー、カポエイラとか含めて実在の格闘技にこだわって新キャラクター作ってきたので、まあ、キーワードとしてはやっぱり武術の達人をもう一回出そうっていう思いがあって、まあ、シーズン3の新キャラクター2体に関してはやっぱり実在の武術にこだわって制作したっていうのがあるよね。そうだよね。海外でもやっぱり鉄拳つったら行ったカープエラだったりとか、うん、ジンの本物の空手になった段階もあったりとか、ね、やっぱり評判良かったしね。でそういうのやっぱもうちょっとそういうの見たいなっていう声が多かったかなって。海外で本当にかっこよくて強くて、みんなの聞いたことある格闘技を使いたいと思ったね。ねえ、やっぱりそれにこだわって作って良かったと思うよ、うん。新キャラクターのリロイは久しぶりにデザインが上がってきて全員一致でこれだってなったキャラだよね。海外の独特のセンスを感じる、うちのスタジオの中でも海外マレーシアスタジオにいる若手のデザイナーが上げてきたデザインが本当にすごい良くてすぐピンときたよね。なんかね、もう本当に並べて一個だけ輝いてるものがあってこれだってなしなしなし、おお何これすごいっていうのが出てきて背中になんか文字入れようって時に今戒めって書いてあるのはリロイが自分を戒めるっていう意味で入れたんだけど、まあ、実際そこの戒めっていう漢字に決まるまでに平和の輪だったりとか鏡とか、ね、まあ、鏡とか入れてみようとかいろいろやったんだけどやっぱり戒めが一番かっこいいよねっていう、ね、一番ピンときたよね。ピンときたでは服とか脱いだ時の入れ墨とか本当もアメリカ人の血が騒いで、ね、ああピンときたこれかっこいいっつって同じ彫り師にどんどん年を追うごとに足していってもらってデザインに仕上がったっていうようなコンセプトで作ってるんだけどやっぱり裸も含めてリロイのかっこよさっていうのが表現できるようにしたいっていうのがあってああいうディティールを足したんだけどやっぱり開発的には、まあ、一番近くにいる、まあ、プレイヤーにも近いプロデューサーであるマイケルさんがかっこいいって言ってくれるようなものであれば間違いないねっていうので足しても、もう完璧に今かっこいいって言ってくれたから、まあ、結果良かったんだろうなと思うけどね。まあ、リロイは実在の武術である英春拳をモチーフにしたキャラクターで、まあ、今回モーションキャプチャーにもねすごくこだわって作ったキャラクターだよね。英春拳は前から結構海外特に要望の多かった格闘技ではあったけど、うん、実際今回協力してもらった英春拳のシフは知る人ぞ知るイップマンの老いに教わったちゃんとしたやっぱ英春拳の本流の人にいろいろ協力してもらって本当に助かったんだよ ね。初めてエボで公開したトレーラーも木人刀を叩くってこうやってやってるところから始めようっていうトレーラーの構成から考えた時に道場から木人刀をキャプチャースタジオに運んでくれて、ね、実際にシフがこう動きをやってくれたって、そこ動きもそうだし音のコンコンコンっていうサウンドもちゃんと収録して結構やっぱ良かったなと思うね。まあ、攻防一体っていうのと素早い連撃ってこの2つにすごくこだわって作ったキャラクターで攻防一体っていうのはやっぱり攻撃しながらこう受け流して相手を攻撃するってところだったりこういうこうチェーンパンチだったりとか素早い連撃ってところが随所にやっぱりシフのキャプチャーも含めてそれをもとに鉄拳の世界に合うように爽快感合わせて速さを調節したりとか打撃の緩急を含めてすごくいいモーションがたくさん揃ったかなと思うんだけど。まあ、英春拳っていうとそれがないとダメだよ ね、やっぱこれがないとねっていうのと、あとこう受け流して英春拳ってその素手のこの格闘以外にも武器よく使うじゃないですか。あるよね、うん、でそこで棒だったり、ね、実は一個だけ武器を武器の要素入れたいねって話をして最初にリロイがこう持ってた杖、あれデザインカラーだった、そうデザインが杖だったんだけど英春拳の中に六点半棍っていう棍棒みたいな武器があってその棒を使った、攻撃方法を英春拳の道場のシフにやってもらってたんだけどそれをなんとかやっぱゲームにも入れたいってなった時にあちょうど杖があるじゃないかってなってあれをこう可動式の伸縮性のある武器に見立ててゲーム中に1回だけ使える技として入れようぜっていうのもね結構やっぱデザインとその英春拳のところ の融合っていうか、ね、アイデアがその時にパッて降りてきて入れた要素の一つだよね。
ずるいっていうプレイヤーいるけど、うん、吉光だって刀持ってるからいいんじゃないかなと思うよね。アリさんだってね、ロケットパンチ飛ばすしね。それぐらいはいいじゃないですか。ちょっとあそこはね、遊びの要素として入れたってみたいね。アフリカ系アメリカンとか、まあ、いわゆる黒人のコミュニティの人たちからやっぱり作ってる僕らが日本人だから音楽面での期待はできないんじゃないかとか、まあ、ラップを表現してほしいっていう要望がたくさん SNS で上がってて、まあ、そういうオーダーを、まあ、原さんが僕らに、音楽で何かできないかっていうような話をしてきた時に、俺あだったらやってやろうじゃないかと思ってあの曲を作って、まあ、実際ね、黒人のラッパーの人に歌ってもらって、あの曲、ね、あれ印象に残ったよな。あの曲ができた時に、あもうこれは、第2弾はミュージッククリップでいこうって勝手に決めて作っちゃったんだね、うん、あれでも作ってる時一番笑えたのはね、うん、海外であのコーラス結構受けたじゃん。 Ooh, you about to get this word って言ってるけど、あそうそうそう、それさ、初めてその歌詞が来た時に英語の意味が分かんなくて Google 先生にちょっとお尋ねしてみようかなと思って入れたら、お前は解決しようとしているって出て、それが5行ぐらい、お前は解決しようとしている、お前は解決しようとしている、お前は解決しようとしている、これ何のことだよってすごい笑ったよ。実は叩きのめしてやるみたいな意味なのに、そうだから全然解決しているんだ。最初ね、実はかっこいいビットボード作ってたんだけど、なんかやっぱりこれじゃねえなと思って、もう少しアホっぽい顔にしてくれって言って、いろんなこう画像を検索してちょっとこう笑わかしたりとか、うん、ちょっとよだれ垂らしちゃったりして、そこがやっぱりその実際出来上がったシュガーをトレーラーで公開した時にみんな喜んでくれてて、うん、結果良かったんじゃないかなと思って、ね、で、かずみのトラってさ、うん、いつでもなんか言うこと聞いてくれて突撃してくれるけど、シュガーって分かんないよね。そう、行く行かないはでシュガーちゃんの気分次第なんで、行ったり行かなかったりするところも含めてやっぱり可愛さとか愛嬌が出せたかなと思うね。パワーカムラムのデザインなんだけど、1個だけキーワードがあったじゃないですか。見ただけで繊維を喪失させるような凶悪さを表現してくれ、そういう注文だったね。すごいあれ難しかったよね。やっぱデザイナーも含めてそれってどんなんだろうっていうとこからいろんなデザイン出して、最終的に巨体に落ち着いたんだけど、まあパッと見でこいつはやべえなっていうところは表現できたかなと思うんだけど、どうか。まあ身長もね、うん、2メートル超えてるんで、ね、鉄拳史上一番でかいキャラっていうね。動きの面でもすごくこだわってて、あの巨体なのにすごくキレッキレな動きをさせようっていう、かなりリーチも長いし動き の、うん、ダイナミックさもあるから、実際にこれ登場した際にはみんなびっくりするんじゃないかなと思うんですよね。本当に恐怖を感じるぐらいの大きさと、うん、とんでもないとこからこう技が飛んでくるから、うん、実際に雷を受けて生き残った人の、まあ、実話でもあって、雷の後雷魂みたいなのがリヒテンベルグ付けっていって体に残るんですよ。あそこはデザイナーからそういう案どうですかっていうのが出て、あぜひ入れようぜ、ピンときて、それはもうやりましょう、全身のタトゥーとともにやっぱそのキャラクター の、 アイキャッチ的にもリヒテンベルグ付けがあるっていうのがその恐怖さを増してて、うん、特定のタイミングで付け光って雷が落ちたような表現を入れてみようってやってたんですよ、ね、俺の大好きな中二病的なものが満載だよね、うん。デザインすごい難航したんだけど、一時期ねロン毛になったりした時もあったもんね。そう、ちょっとものすごい髪が長くて化け物感があったよね。 それはちょっとやりすぎてなんか異質感があったから、最終的に坊主でちょっと全身タトゥーがあって傷も入ったよね、目つきも悪くて傷があるっていう、顔の三本線とか実は闇社会のショーマッチに出場しなきゃいけなくなってて、その時に戦ったその家族の人質に捕らえてるからね、実は傷。ああ、カズミの虎じゃない、カズミの虎ではない、カズミの虎かもしれない。ここを見てもらうと分かるんだけど、あガルーダ の、 入れ墨入れたのが一番効いたかなと思ってて、あのキャラの特徴の一つで、登場シーンでもヘリのこのハッチがこう開いたらこっからガルーダが見えてくるっていう意味が分かんないようなトレーラーの演出をしてね自分自身がムエタやってるから、うん、ようやくやりたいものができたっていう感じだったね。たまたま横浜の入ったジムが
実はすごい強い選手ばっかりが揃ってて、うん、吉成名高ってあの初めて日本人で、うん、ルンピニとラジェダンナの両方タイトル取った人がいて所属してんだよね、はい、その中の、実はそのモーションキャッチャーに一人使ったもんね。そうびっくりした、そんな人ブッキングできるのって ね、あれは実はスワキン PK 戦チャイ選手だけど、うん、で那須川天心と戦って、そうそうそう、ね、ライジンとかにも出てるしね。でその人が、使えるよって言ったら中津がえマジかってそっから急発信したよね。そうそうそう、いやだったらぜひねキャプチャー頼みましょうよってね。結局2人使ったんだよね。最初はスワキンだけど、そうそう、うん、スワキンって要はパワー系だよね、うん、である意味そのキャラ今回のキャラに合ってるけど、ゲームならではの動き、うん、そのもうちょっと、トリッキーな動きができる、アクロバティックな動きができる人が名高選手をキャプチャーの時にね、あの名高呼べるよみたいな話で急に来て突然呼んだよ、ね、突然呼んでもらってえチャンピオン来るのみたいになってね。そうアニメーターすごい興奮してたよ ね、 ねすごい、だからいいモーションが取れたと思うし、ファーカムラムの中身にはなんとスアキムと吉成名高くんのキャプチャーが使われてるっていうね。豪華なものだよね。すげえ豪華な、今までないぐらい豪華だと思う。俺のメインキャラになる予定なんで、本当早く急いで急いでこういう時だけ急いでって、ね、あのサウンドチームからムエタイの試合で使ってるあの楽器を入れよう。でもやっぱり楽器使おうってなった時に日本で演奏できる人いなかったんですよ。なかなかいないよね。 そしたらサウンドチームのつてで、実はタイに在住してる大学の教授で、普段はサックスとか吹いてる人が、あその楽器できるよっていうところで協力してくれて、ね、そうだから運が良かったんですよ。すごく TWT ファイナルで公開したトレーラーも一番最初にその、楽器の音色が聞こえてきた時にみんなね、わっ、ムエタイだってなってたから、やってすごく良かったなと思うし、楽曲も含めてトレーラーの出来がすごく良くなったし、開発チームね、ラジャランナーに連れて行った時に、あそう生で聞けたもん ね、そう生で聞いて、あこれこれこれ知ってる知ってるってリロイ・スミス、ファーカム・ラムともに開発が非常にこだわって作ったキャラクターですので、ぜひリリースされた時には皆さん楽しく遊んでみてくださいね。特にこれから出るファーカム・ラムも肘、膝、首相撲からの膝も燃えたいの要素満載で早く使いたい。もう急いで、もちろんバグとか許さないからね。